ASEAN センターは9月18日から26日まで ASEAN ショーケースマレーシア展を東京 ASEAN センターで開催しました。 ASEAN ショーケースは ASEAN 諸国の物産や文化を紹介するためのイベントで、今回はマレーシア食品企業10社が出展しました。主な出展品はナタデココ、フルーツジュース、スパイスクッキングソース、冷蔵ケーキなどで、日本では手に入らない珍しいものが並んでいました。マレーシアはマレー半島の真ん中に位置し、隣国はシンガポールとタイで、海に囲まれた美しい国です。人口は2946万人で、 ASEAN では5番目の人口となります。この日はマレーシアだとシャハルディン・モハマッド・ソム駐日マレーシア特命全権大使が訪れ、マレーシア製品の PR に一役買っていました。マレーシアは大変開かれている国であることがあります。日本のカルチャーに対しましても、マレーシアは多民族国家でありますので、多くの人々、多くの文化が共存しています。また日本に対して言えば、日本に対しても大変オープンで、宗教に対して、文化に対してもとても開かれている国であるということが言えると思います。出展者にお聞きしました。私どもは1500エーカーを所有するパイナップルの製造元でございます。今回、日本に来日いたしましたのは、投資を探すこと、また私どものパイナップルの輸入者様を探すことを目的に来日いたしました。1ヶ月に100万個の、パイナップルを製造することが可能となります。こちらには多く分けて2つの商品を並べておりまして、で一つはこのチリパウダーですとか、いろんなスパイスのターメリックですとか、でもう一つがこのレトルトポーチに入っているいわゆるクッキングソースというもので、これはご家庭で、忙しい主婦の方が手軽に本格的なお料理をするお手伝いをするための商品です。私どもはマレーシアにおります、製造でございます。ナタデココとナタデココドリンク、コーヒーをメインに販売しております。ナタデココが入ったものと入っていないものと2種類ございます。 This coffee is called diabetic coffee。 これは糖尿病コーヒーと呼ばれていまして、はい、血糖値を下げる効能があると言われております。いろいろハーブが含んでいるので、糖尿病の方にはおすすめのコーヒーです。コーヒーとあとチョコレートの、うちは健康用のお飲み物の生産場なんですよ。アメリカの方に輸出してあって、一番人気なものなんですよ今うちで。